インター FM897 東京シーンキャンディータウンのリョフト DJ ミネソタとそしてシンガーソングライタートラックメーカーのマイカ・ルブテです。時刻は9時を回りました。いや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 、やっとって感じ。やっと1時間経ちましたね。どう？いやでも楽しいですね、すごい。いや俺も、まあ、何も想像してこなかったんだけど結構いい感じだね。楽しい。緊張ほぐれましたね。いやだいぶね、もうなんか全然いつもの感じに、うん、最初なんか誰かに脳みそ動かされてた感じだね。本当にどう？マイカちゃんは？マイカちゃんさっき栄養ドリンク飲んだよ。大事ね。残りの1時間を、ね、残りの1時間エナジーをそう充電してきました。いやでもありがとうございます。いやこれこちらこそ本当に、いや楽しいですね。いやこれね、いるといないじゃ大違いだった。いや全然違う。俺ら2人だったらちょっと危なかったけど、ね、いやいやいや、そんなことはない。さっきのだからあの件も引き続きって感じなんで、あもうぜひ、ね、なんか一緒にやりたいです。そうですね、本当に何かの機会に。最高最高。じゃあさて行きますか。あさて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 メールメールは来てます。あそうちょっとね、じゃあ時間が来てるので割愛して、まあでも引き続き、メールやツイッターでメッセージお待ちしてます。はい、クラブアットインター FM.jp クラブアットインター FM.jp にメールください。ツイッターはハッシュタグ東京シーンをつけてつぶやいてください。待ってます。待ってます。危なかったよ今ね。はい、OK。 さあ、サチモスレイドでしたが、さっきちょっとお話ししましたけども、うん、サチモスの、楽曲ガールという曲に私呂布が参加したことが2年前くらいかな、うん。いやー2年前の夏は俺ひたすらガールでしたね。ガールだったずっと。 PV が出てて、うん、そう夏に撮りに行ったっていうね、超いい曲ですよね。すごい。サチモスとはお友達歴としてはどのくらい、もうどうやって仲良くなった？俺は2年前、うん、曲ちょっとやるくらい前に、うん、俺もバンドやってたりとかしてて、うん、一緒にライブイベントなるようになってから、うん、から彼らも同世代も多分世代が大体一緒なんで、なるほどなるほど、ちょっとだけ離れてるぐらい、1、2個ぐらい離れてるで、なんかこう今の時代感、時代感ね、時代がそうさせたって感じかな。かっこいい。レジェンダリーいいですね、まあ、いやでもあの曲超かっこいいですよね、うん、合ってますよね。なんか呂布くんのスタンスとやっぱサチモスのスタイル、なんかすごい合いそう。確かに。ありがとうございます。うん、聞きたい。超いい具合に融合してますよね、あれは。今日聞く？今日聞きますよね。聞けちゃうのか。聞ける？いや、聞けんのか。聞きます、じゃあ。ちょっとじゃあ聞いていただきましょうか。サッチモスガールフィーチャリング呂布、この後は東京シーンカルチャーハイプ。今夜はノーミュージックノーライフに注目します。タワーレコーズの坂本幸隆さんに来ていただきます。よろしくお願いします。君しか見えてない Baby Lam 飲み干す Every Night Neon Light 甘い時を照らす Solo Solo 帰る時間だろ LOVA is one in the mellow 二人だけのピアノ Solo Come on Let's get along。 インターフェーム897東京シーン、ここからは東京で今最もホットなカルチャーをフィーチャーする東京シーンカルチャーハイプ、今日はタワーレコーズが打ち出すミュージックラバーの心情を代弁したようなキャッチフレーズ No Music No Life に注目します。タワーレコーズの宣伝マーケティング部の坂本幸隆さんにお越しいただきました。こんばんは。あ、よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。この間キャンディタウンで、はい、あのポスターやらせていただいた、ありがとうございました。その説はありがとうございます。現在展開されているポスターにですね、その今お話ししたキャンディタウンからドリー・ジョイント、ゴッツ・ニーツの3人が、菅佐野さんとマイケル金子さんとコラボレーションしていますが、
あの時はキャンディタウンのメンバー大丈夫でした？いや、多分菅佐野さんたちとも初対面だったと思うんですけど、はい、実はポスターのシリーズの中で、ちょっと今、それこそホットな人たちっていうか、はいはいはい、を組み合わせて出そうっていうのが、まあ、去年、さっき、かかつサチモスとか、はい、ヨギとか、ネバヤンとか、はい、3組で撮った流れの、まあ、今年バージョンみたいな形で出ていただいて、まあ、初対面だったんで、こちらからのお願いとしては、はい、まあ、スタバのね、大きいテーブルにたまたまこう居合わせちゃう時あるじゃないですか、知らない人たちがっていう。で、隣でもなんか音楽の話してるな、はいはい、ちょっとなんか好きなジャンルは違うけど音楽好きそうなんだなみたいな感じで仲良くなりましたっていう気持ちで出てくださいっていうことで、それを今聞いてあの写真を思い返すと結構面白いですね。まあそういう感じが出てるかどうかはね、まあ別として、なんかなんか他人行儀になっちゃうんで、はいはいはい、初めましてよろしくお願いしますみたいな感じ、なんかスタバだと思って撮ってください、はい、っとそういうオリエンでしたねこちらから、はい、ちなみに、ノーミュージックノーライフというのは成り立ちっていうのはどういう成り立ちは、まあまあ、長く説明しちゃうと長くなっちゃうんですけど実はもう20年ぐらいやってて、で、まあ、20年前ってちょうど、まあ、そのちょっと前ぐらいに今なくなっちゃってるレコード屋さんもあるんですけど、まあ、ウェーブとか、はいはいはい、バージンメガストアとか、うん、あと HMV とかが、うん、ちょうど90年代前半ぐらいにウェーブはちょっと80年代からあったんですけど、うん、日本に出てきて、でこう外資系の大きいレコード屋さんっていうくくりで、まあ、タワーレコードも一緒にこう紹介されるってことが多かったんで、なんか差別化したいなっていうのが、まあ、なるほど、簡単な理由なんですけど、ただまあその当時ってなんかちょっと難しい話しちゃうと、ちょうどバブルっていうのが弾けた直後で、はい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 、皆さんまだ20代なんでバブルとかまあ当然ね知らないと思うんですけど、知らないっすね、あれなんですよ、山手線の中の土地のお金でアメリカ全土が買えるっていうぐらいに、うん、日本の土地が、まあ、本当にバブルだったわけですよ。でそれが崩壊した後に銀行とかが不良債権とか出して、はいはい、すごい何ですかね、日本景気が悪かったんですよ、うんうん、で会社が倒産したりとか大きい銀行倒産したりとか証券会社なくなったりとか、で会社の統合みたいなのが起こってた時期 で、うんうん、でそういう時期って会社の CI っていうかコーポレートアイデンティティっていうか広告みたいなの作るじゃないですか、はいはい、ブランド戦略みたいなこと、うん、ちょうどやる時期 で、うん、でそれも、まあ、バブルの時代は、これ話長くなって大丈夫なんですかね、大丈夫です。バブルの時代っていうのは、うん、とにかくこうなんかこう派手で楽しいっていう CI っていうかブランディングだったんだけど、やっぱ会社を新しく作ってこれから売らなきゃいけないっていう時代って、そのブランディングをやることで会社の業績が上がんなきゃいけないっていう、そういうマーケティング的なブランディングの時代になったんですよね。それがちょうど外資系の CD 屋さんがいっぱいある時に差別化したいなと思ってた気分となんとなくマッチングして、じゃあタワレコードもブランディングやってみようかなっていうことで始まったのが、まあ、キャンペーンで、だからちょうど今年で21年目ぐらいですね。もう、ね、今となってはでもタワレコって言ったらノーミュージックノーライフのイメージはすごいありますよね。まあ、ありがたいですけどね、そんなに広告出稿してるわけじゃないですけどね、ありがたいですねなんか普遍的なキャッチコピーですよね、確かに時代問わず言えるというか、なんか2人他に何か聞きたいこととかあれば。そうですね、なんかノーミュージックノーライフって最初に誰が考えたんですか？これは当時社長がまあアメリカの人だったんですけど、はいはいはい、最初ノーなんとかノーなんとかってすごいネガティブだねっていう感じだったんですね、はい、やっぱりノーじゃなくてモアミュージックモアライフみたいなのがなんかこうキャッチコピーらしいじゃないですか、うんうんうん、のちょうどその年が、はい、アメリカの大統領選挙の年 で、はいはい、でアメリカの大統領選挙の時ってまあオバマだったら ESB キャンとかいろいろキャッチコピー作りますよね、うんはいはいはい、でそんな感じでやっぱりなんかちょっと否定の方がちょっと意味が強く取れるんじゃないかなみたいなことを無理やり社長にプレゼンして、はい、いやネガティブじゃないですみたいな言い切ってこうそれにしたっていう。へシンプルですもんね、こっちの脳も4文字のキャッチコピーって意外に珍しいんですよ、だいたい3文字ぐらいですよ、Just do it とか。ああ、なるほど、確かに確かに Yes, we can Yes, we can キムタクみたいなね、いや、4文字ってちょっと語呂が悪いらしいんですよ、本当は、
若干長く感じてる、まあ、ラッパーの方はね分かるかもしれない、確かに、うん、そうなんですね。まあ、ここでちょっといろいろお話を聞けたところで、はい、今回ですね、その登場するアーティストの曲を聞いてみたいと思うんですけれども、うん、はい、実は毎年1月と2月ってこう1年間出ていただいた方に渋谷店の地下でライブイベントやっていただくんですけど、あの今回その中で来週末あの出ていただくあのザ・スカ・フレームスっていう、もう日本のスカのオリジネーター、もう東京スカパラダイスオーケストとかいろいろありますけど、レジェンドですよね。もうあのみんなこのフレームスに憧れてスカを始めて、で今日聴いていただくのはもうそのスカフレームスの本当に最初に撮った曲で、もう日本のスカはもうここから始まったっていう曲です。はい、では聴いていただきましょう。 The Ska Flames で東京ショー。897東京シーンカルチャーハイプ、今日はノーミュージックノーライフに注目して、タワーレコードの宣伝マーケティング部の坂本幸孝さんにスタジオに来てもらっています。そして今日はなんと実は、坂本さんから、今聞いてもらったスカフレームスの、1月21日のライブチケット、プレゼントいただいてます。おー、はい、遊びに来てください、ね、あの番組の、リスナーの皆さんにプレゼントですね、ペア2組ありますので、ぜひあの行きたいっていう方、あのすぐに、詳細はですね、あの番組のツイッターとあとフェイスブックのページをチェックしてください。渋谷タワレコ地下1階の1月21日ライブチケットです。よろしくお願いします。皆さんどしどしということで、ちょっとまだいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、あのノーミュージックノーライフのですねポスターに登場するアーティストの選定の仕方って、なんか決まりってあるんですか？今はだいたい隔月で3パターンとか4パターンとか、まあ、作ってるんですけど、うん、まあ、それでもやっぱり年間にすると作る数っても限られてしまうので、やっぱりこういろんな人を紹介したいなっていうことで、まあ、いろんなジャンルの人とか、あとはまあその、まあ、ベテランの人から、うん、あの新人の人までみたいなことで、まあ、選んでるって感じですね。まあ、その時々のこう、まあ、ヤングからオールドまでのこうホットなアーティストを選んでるってこと。まあそうですね、まあ、あのなんて言ったらいいのかあれですけど、なんかこの今この人の話が聞きたいなみたいな人っているじゃないですか。なんかこう今の時代こういう、ね、まあ、日本だったらこういう時代でこういう活動してるミュージシャンって何考えてんのかなとか、そういう人が、まあ、例えば今人気あるのはなんでなのかなとか、っていうのをまあ聞きたいから会ってるっていう感じですね。気になる人、気になる人、簡単に言うと気になる人、気になる人も呼ぶ、そういうことです。なるほど。ちなみにこうタワーレコードさんから見た今のこう、まあ、東京だったり日本の音楽シーンで面白いと思う部分って ありますか？まあ東京だけじゃないのかもしれないですけど、はい、まあ、昔はまあ本当にすごいメガヒットみたいのがあって、はい、例えば一つの音楽を1万人が聴いてるみたいなのがこういくつかあるみたいな時代だと思うんですけど、まあ今やっぱりあのいろいろ音楽聴く、まあ、あのまあ配信があったりとかストリーミングがあったりとか、まあ YouTube でも見れたりするし、あの聴く環境が変わって1曲を1万人が聴くってよりも100曲を100人が聴いてるみたいな、こう縦の関係っていうよりもこうもうちょっとこう面になってるっていうんですかね、はい、面になったことによってこうそれこそあのサチモスにね、はい、あの参加されてるように、うん、なんか横のこうつながりがこう、うんうん、昔ほどあの壁が高くないっていう、はい、そうですね、なんかクロスオーバーしてる感じというか、ね、だからなんかあのすごい面白い今のこういうこうメディアの状況と相まってなんかすごい面白くなってきてると思います。ありがとうございます、うん、まあ、ということで、この時間はですねタワーレコーズの宣伝マーケティング部の坂本幸孝さんに来ていただきました。ありがとうございました。ちょっと短い時間でしたけど、ありがとうございます、
さて最後に、今のですね東京の音楽シーンを代表するアーティストを紹介していきたいんですけども、はい、まあ去年、まあ、ダンだったりとかヤイエルみたいな、はい、ちょっとダビーなロックバンドみたいなのがまああのすごい、まあ、サチモスとかね、はい、キャンディータウンもそうなんですけど、はい、あのそれと違うちょっとロック系のジャンルで言うと、はい、なんかそういう人たちがまあすごい頑張ってたと思うんで、はい、で日本のそういうこうダブの一番最初にさっきあのスカフレームスも聞いてもらったので、はい、日本のダブはあの初めて始めた人たちがミュートビートっていう人たちがいるんですけど、あのそのメンバーがやってるバンドがあって、はい、そのダブフォースっていうバンドの曲を聴いていただければなと。ありがとうございます、はい、では本日は坂本さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ聴いていただきましょう。東京ダブフォース。